中塚平駅駅頭へと到着いたしました。まもなく中塚平駅の皆様に大変お待たせいたしました。こちらは日本維新の会、大阪第11区衆議院候補中塚博史、中塚博史でございます。ただいまにご当地の委託をお借りいたしまして、衆議院議員候補中塚博史、中塚博史大街頭演説会を開催させていただきます。私司会を務めさせていただきます平方市議会議員の岩本雄介でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。本日中塚博史立候補の届け出を無事に済ませまして、この1日間選挙区であります平方、波多野、それぞれ皆様のもとに立候補のご挨拶をさせていただいてきたところでございます。しかし街頭演説の第一声はやはりこの何よりも思い出のある平方市駅で街頭演説第一声あげたい、その本人の強い思いによりまして、この時間帯ではございますが第一声中塚博史を言わせていただきたいという所存でございます。それでは早速ではございますが、日本維新の会公認衆議院議員候補中塚博史、中塚博史よりお伝えを。どうした中村さんにね、最初の話お伝えをさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。皆さんこんにちは。日本維新の会衆議院候補の中塚博史でございます。大変お世話になりましてありがとうございます。ありがとうございます。またお待ちいただいて、また長くですね、今日は局所でいろいろと作業もしていただきまして本当にありがとうございます。皆さんに心から感謝申し上げます。私は日本維新の会衆議院候補の中塚博史でございます。日頃大変お世話になりましてありがとうございます。本日立候補のお届け出をさせていただきました。そして9時に事務所で選挙をさせていただいて、またお隣の高野市で選挙をしていただいて、そしてこの5時からこの場所におきまして、この立候補の平方市駅前での立候補の挨拶をさせていただきました。本当にそういうことで今日は1日この市内を回らせていただきました。本当にありがとうございます。こうしてこの場に立たせていただくことができますのも、皆様方のおかげでございます。どうもありがとうございます。そしてこれからこの12時間しっかりと戦っていきたいと思っております。何としてでも皆さんの声をいただいて、その声を国政に届けていきたい、必ずや皆さんのお役に立てていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。維新の仲間、今回は24人が全国でこの立候補の人を利用しており、そして総理をしており、そして全国で
かりと今活動を同じようにさせていただいていると思っています。私中塚博士、この大阪十一区枚方門野の地域から生まれ育ったこの地域から枚方門野のこのふるさと、この枚方門野を愛するこの気持ちを胸に込めまして、そしてこの地域を何とか良くしていこう、何とかより住みやすくしていこう、そういう気持ちを持って今マイクを握らさせていただいております。ありがとうございます。今日も外線活動をさせていただいておりますが、あちこちから声援をいただきました。本当にありがたく思っています。この地域で生まれ育った、この地域で皆さんに育てていただいた、そのことを本当に心から今日ほど感謝したことはありません。その中で皆さんも心をしっかりと受け止めて、この地域を良くするために頑張っていきたいと思っています。まずしかしながら、このコロナの状況を何とかしなければなりません。この1年8ヶ月大変皆さんには十分な生活を知ることになりましたし、ご苦労いただいたと思っております。このコロナの中でまずは医療関係者の皆さんや教授や医師にかかっておられます皆様が本当にご苦労いただいたと思います。そして心から感謝を申し上げます。また同時にその事業者の方々、大変なご苦労いただきました。本当に私たちも胸が痛む思いをいたします。飲食業の方々や各事業者の方々、本当にこの1年1ヶ月の辛い思いをしていただいていると思います。なんとかこの状況を打開するためにしっかりと私たちは頑張っていかなければなりません。このコロナの状況の中で社会全体が疲弊してしまっています。そして社会全体、大きな格差が生まれている。この状況をなんとかしなければなりません。この状況を破壊する、この状況を、今度コロナ社会を見据えてしっかりと切り開いていく、これは政治の役割なんです。これが政治の役割なんです。この時にこそ政治がしっかりしなければなりません。そしてその道を開いているのは、私は日本維新の会だと思っております。これまでのような、これまでのような自民党政治の中で変わらなかった政治、何も打開できない政治、責任を取らない政治、先送り問題を先送りされていく政治、それでは何だ解決にはならない、私は思います。なんとかこの時代にこそしっかりと、今問われている、この政治が問われているこの時代にこそ、私たち日本維新の会の存在価値があります。そして選択肢があります。なんとか皆さんに選んでいただきたい。そして日本維新の会が これから先の日本の未来を、このポストコロナ社会を切り開いて、その先導的な役割を果たしていきたいと思っております。どうか皆さんのお力をいただきたいと思います。私たちこの間もずっと吉村知事を支えながら活動してまいりました。大阪では大変厳しい、第4波厳しいところもありました。その中で吉村知事を支えながら、しっかりとまずはこの重症を防いでいくということ、まずは命を守っていくということ、そのことに何とか取り組まなければならない。そしてその経験の中で第6波今何とかさせるということで、病床、重症病床も600床ですね、今確保させていただきました。そして軽症中等症の病床も3000床目標に今確保している。そしてインテックス大阪では1000床のこの病床を確保するということで今取り組みを進めている。また大阪では先進的に抗体化している病法、新しい病法ですね、本当に早くすれば重症が防げるという、この病床についてこの病床についてこの病法について今確認をし、この外来でも、そして往診でも使っていくようになったという状況でございます。私たちはそうしたこの第6波を何とか抑えるということをしながら、しっかりとですね、このコロナ対策に取り組んできたわけでございます。しかしながら、その中で今回の選挙が始まりました。コロナの中で、この選挙戦、私たちは戦っていかなければなりません。維持になることを防ぎながら、この集会や集まりもなかなかできない中で、しかししっかりと私たちはその思いを訴えていかなければならないわけでございます。この間、自民党の総裁選びがありましたが、自民党の総裁選び、どうですか皆さん、なんか変わるだろうな、これで変わっていくんだろうなと思って期待をしました。しかしながら結果的には派閥の論理が優先し、結果的には旧大臣としたなんだ変わっていない、この自民党の政治、自民党の派閥の政治や、そして自民党の独議員による考え方、国会
が優先する政治や、そういうことでは何ら変わっていかないと思っています。私は35年前にこの新聞記者として自民党の担当をしておりました。田中武さん担当しておりました。同じように政権の取材をしておりました。それでもですね、その時と今何ら変わっていない、この派閥の政治、何の変わっていない派閥の政治、派閥の政治でございます。だから私たちはこの自民党政治を何とか変えていかないとならないと思っています。その中で、まず私たちは既得権益をまず打破しなければ、既得権益こそ打破しなければならないと思っております。そして、そのことによって、そして民間活力のさらなる導入と、そして規制緩和をしなければなりません。それができなければ、これまでのこの政治、先ほど言いましたような派閥均衡、そしてまだ独自による既得権益が破られないような政治が続いていく。私たちはそれを打破しなければ、日本の成長はありえないと常々から考えております。皆さんのお力をいただいて、私たちが政治に切り込んでいく、私たちがこの規制を変えていくために切り込んでいく、そういうことができれば、もっともっと大きく日本の政治は変わっていくんだろう。その先輩として私たちは働かせていただきたいと考えているところでございます。そうした新しい政治を生み出していく、そうした新しい政治を生み出していくために、しっかりと私は努力をしていきたいと考えている次第でございます。これからのコロナの状況の中でも、いろんな問題が出てきました。一つは、このワクチンがなかなか日本では対策できなかったという問題や、またあるいは、治療法が対策できなかったという問題、そういったことはなぜ起こってきたのか、こういうことをしっかりと検証しながら、国策としてこれを受けて、そうしなければならないと思っております。そしてまた、この発出は、この研究機材の発出は、国の方が出るわけですけれども、実際には現場の知事が、この現場の知事が、この会場の中で、営業の短縮時間帯等を行っている、しかしながら、こうしたことを、現場の知事にもっと裁量権を持たさなければ、実際の政治は行っていくことが、実際の対応ができない、そうした問題もありました。だから国と都道府県知事のこの役割分担が曖昧である、そうしたことも問題が浮き彫りとなってきたわけでございます。まだまだたくさん課題を解決しなければならない課題があります。日本では有事法制がまだ制定されていない。いざという時に対応することがなかなかできないとか、そしてまたこの東京一極集中でいざという時に東京に何かあった時に爆発するのは大阪でございます。そんな大阪でなければなりません。そうしたためには私たちは日本の中で大阪と東京2つの総合構造でこの国を引っ張っていく、そういう体制を作っていかなければならないと考えているところでございます。どうか皆さん、今このコロナの中でもいっぱいいろんな問題が出てきました。これを一つ検証しながら、一つ解決しなければこの国は戻っていけないと思います。それに加えて私たちは、この政治家が政治の時代、そして、少子高齢化がさらに進んでいるこの時代の中で、格差が生まれている、その格差を解消するためにも、しっかりと抜本的な改革をしなければならないと思っています。皆さん、30年間、この国はなかなか成長できなかった。外国では、この経済成長を果たしている。日本はこの間ずっと経済成長を果たすことができなかったのでございます。なんとかそれをしていく、なんでできなかったのか、そのことを考えなければなりません。それはやっぱりこの行政官の行政省庁と行政省の規制改革ができなかった、そして段々規制この改革ができなかった、そういうところが大きな原因だと私は思っています。民間学習を導入しながら成長できるように持っていかなければは成長してなかったわけでございます。そのことを考えますと、今
成長と分配と言いますけども、やっぱりその先に改革がなければならない成長と分配ありますけども、言われてますけども、やっぱりその先に、その前に改革しなければなりません。改革なければ成長なし、改革なければ成長なしでございます。成長なければ分配はありません。ですから、まず第一弾として、まずは改革を進めたい、まずは改革を進めたい、これが私たちの主張でございます。そしてそのことによって成長を生み出していく、改革によってまた財源を生み出していく、そのことによって新しくこの日本の国の、この新しいこの財政の転換ができるわけであります。私たちは今、教育の無償化ということを進めています。これはこの教育に対する国の予算の効果が少なすぎるわけであります。本日はですから、これを増やしていかなければならない。今の状態では、その各家庭によって教育が課されている、各家庭の収入によって、この各家庭のこの教育にかける費用によって、この格差が生まれてしまっている、そういう状況ではいけないわけでありまして、やっぱり普通の形である子どもたちを育てていくためには、その経済的に家庭の収入、家庭の状況がどんな状況であっても、やっぱりそれはしっかりとですね、子どもたちを育てていく体制を作っていかなければなりません。ですから、幼児から大学まで、大学まで教育の無償化ということを、私たちは、いただいております。このように、日本の国の中で改革をしなければならないことがたくさんあります。そしてその改革を進めていくのは、私たち、本日の改革を持っております。その時代、この選挙から今回変わったな、この選挙で日本維新の会が、日本人の会が、このしっかりと主張してきたこと、そのことによって日本の国が変わったんだな、と言われるような、私たちはこの今回の選挙戦、戦っていきたいと思います。私たちはチャレンジャーでありますので、まだまだ大変厳しい、まだ一歩踏み出したばかりであります。この10年間、しっかりと、この10年間、しっかりと、戦うべきで、そして何とか国を獲得させていただくために皆さんの力をいただきたいと思っています。必ずや私の中の代表、必ずや皆さんの声を受け止めて、そして国政に入るために努力をしてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げまして、お話しいただきます。ありがとうございました。ただいまお伝えいたしましたのは、日本維新の会公認衆議院議員候補、中塚宏でございます。今一度、中塚宏候補に皆様の熱い拍手、熱い声をよろしくお願い申し上げます。中塚宏でございます。本日よりスタートいたしました衆議院議員の選挙戦、どうぞ皆様、中塚宏衆議院議員候補、日本維新の会公認中塚宏に皆様の強き一票、そしてさらなるご支持、ご支援、賜りましょう。よろしくお願い申し上げます。続きまして、中塚宏選挙対策本部長、中村武史より皆様にお訴えさせていただきます。皆さんこんにちは。今私、中塚後援会の選対本部長をしております中村でございます。今、中塚先生からいろんな政策面、いろいろ高度を愛する熱情のこもった写真もありました。中塚宏、当時、枚方片野で生まれて、そして育って、そして政治の世界に入った、その輝かしいですね、実績もございます。板形市長時代には本当に板形市の盛り上がってですね、板形は全国に名だたる一つの町でもありました。また統一においても大学はですね、かなり板形には行ってきました。若い世代の方々の教育にも貴重な資金な政治の取り組みが行われたわけでございます。商業工業においても貴重な発展がこれから期待されることでございますが、何をもちましても市長時代、そして分科時代、この大きな実績を持ってですね、これから運営の方に態度を回させていただいて、そして Thank you.
ました。
大阪府と連携してやっていく、初めてですね、このマッチ作りが始まっていくというところがございます。この度ですね、日本維新の会に公認として立候補されている長塚博さん、これまで大阪府議会そして枚方市長も歴任されておられます。この地方の政治に対しても精通されている方でございます。また生まれ育ちもこの枚方市、そして金沢市、この地域のことも隅々まで、精通されているんです。こういった方がですね、国会議員になっていただくと、私どもとですね連携して枚方市の発展にですね大きな力を貸していただけるものと大いに期待するところでございます。大変厳しい選挙戦でございます。これはやはり現職お二人と戦っていかなければなりません。もう本当にこの力としてはですね、実力としては本当に十分ではありますけれども、選挙というのはなかなか厳しい戦いであります。どうかですね、皆様方におかれましては中塚博さん、皆さんお一人お一人の力が必要でございます。我々も懸命にこの中塚博さんの当選に向けて全力を尽くしてまいりますが、皆様方お一人お一人のが一人でも多くの皆さんにですね声をかけていただいて、やっとこれが戦っていける、どうか皆さんのですね支援を